どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。新役職、第三陣営のようこ引きました。何これ面白そう。勝利条件は、与えられたタスクを完了した状態で、ゲーム終了時まで生存すること。で、いろいろ特性があるんだけど、ちょっと多くて複雑になっているので、詳しくはプレイしながらおいおい説明していくわ。とりあえずサイドキックができて、透明化できて、インポスターの位置がわかると。やってみないとわからない部分もあると思うので、とりあえず始めましょう。早速矢印が出てる。一緒にはいたメテオさんは、インポスターじゃないってことかな？とりあえずよくわかんないけど、早めに仲間にしときましょう。メテオさんの名前もピンクになった。これは成功か？そうっぽいわね。これでメテオさんは背徳者になったわけだ。ヨーコのサイドキックの名前か。背徳者には、3つの能力があるみたい。1つは、ヨーコの位置が矢印でわかること。もう1つは、誰かが死んだ際に画面エフェクトが出ること。そして、最後の1つは、自殺ボタンで自殺することができること。ひえ？使いどころは難しそうだけど、とりあえずいろいろできる頼もしい味方ってわけだ。今回は11人村か。インポスターは忍者とシリアルキラー。シェリフマット入りで、ヨーコの他にもう一人、占い師という新役職が入っています。誰かの役職を当てれる感じか？いや、人材かどうかしかわからないし、一回しか使えないらしいけど、ヨーコが占われると即受殺されます。うわ、ヨーコの天敵じゃねえか。ちなみにヨーコが死ぬと、背徳者も一緒に死にます。背徳者がヨーコに昇格するとかはないんだな、了解。ヨーコの最大の弱点は、サボタージュを直せないこと。サボタージュを直した実績がないと、ヨーコ疑惑で釣られるリスクが常に存在するというわけか。それなのに貨物とかはいて大丈夫か？勝つためにはタスクを終わらせる必要があるから。どうせいつかは来なきゃいけないからね。最悪停電来たら姿消してやり過ごすわ。てか待って、矢印迫ってきてる。アーカイブにインポスターいるわ。って、そこにいるのは相方さん。完全にそっちを指してるぞ。もう一人いるんだ、重なって。ああ、茶色がインポスターだ。怖いなこれ。相方さんを守らなければ、一緒についていくぞ。そうすればキルすることはできないはず。しかもここで停電か。一応直してるふりするわよ。直せないけど、相方さんが、私が直したことにしてくれるかもしれないし。まあ茶色が直してたら意味ないんだけど。とりあえずインポスターからは早く離れようぜ。そうね、相方さんと一緒に行動しよう。茶色がインポスターって教えてあげたいけど、チカーモじゃないから。その手段がないのよね。とりあえずタスク、一刻も早くタスクを終わらせよう。今近くにインポスターいないみたいだしな。あ、相方さんが開けてくれた、ありがとう。メインホールのタスク終わらせれば、あとは左側に固まってる。と、暗室じゃないや。落ち着け落ち着け。初めてのレア役職だから、めっちゃ緊張してる。ここで、事件は起きた。白い矢印が、明らかにレイラーさんを指している。これで私は、レイラーさんがインポスターだと確信してしまった。しかしよく見ると、右上と左上に赤い矢印が2つ出ている。そう、インポスターを示すのは赤い矢印。白い矢印は、シェリフを示していたのだ。そうか、ヨーコがわかるのはインポスターではなくて、あくまで自身をキルできるプレイヤー。つまりシェリフも含まれるってわけか。録画見返すまでこの仕様に気づかなかった私は、完全に紫をインポスターと勘違いしてしまうわ。待って、レイラーさんインポスターじゃん。どっちも分かっちゃったよこれ。あとは殺されないように注意して。タスク終わらせてからその二人吊るせば勝ちじゃん。ヨーコ強いな。いきなり勝利あるかもなこれ。さ、ボタンが入って。え、茶色死ぬの？シリアルキラーで自殺？多分だけど茶色は割と直近。バイタル10秒前くらいに見た時に二人死んでるのが見えて。白と、多分緑。だから多分茶色が直近10秒以内。アイスしろ。ローズも多分無理だね。金庫にいたんだけど、カメラついてた。そうですね。あと一つ確認なんですけど、停電勝ち合ったの誰ですか？あ、自分です。あ、ブサオさん、じゃあどこ勝ち合いました？あっと霊夢、この質問は想定していなかった模様。茶色が死んだのをいいことに真っ先に名乗り出てしまったおバカさんだ。どこだっけ、覚えてないですよもう。結構長くカチカチやってたんで。あれでしょ、私も勝ち合ったんだけど、真ん中とその右でしょ、多分。あ、オッケーオッケーオッケー。ピンクと茶色もそこにいたのよ。だから3人で勝ち合ってんなと思ってイライラしてたのね。ナイスフォロー。自分展望側でそれやってて。茶色が直したんだよ。あ、そういうことか。じゃあピンクは若干微妙だけど、黄色と自分はこれ無理だな多分。ヨーコはない。茶色はね、その後、
私とメテオさんが一緒に、アーカイブ移動して、茶色は診察の方行ってたんで、まあライムは見てないんですか？とは思うんだけど。自分通報ボタン連打しながらトイレあたりまで行ったんだけど、そこまで見てなくて。マジで？メテオさんメイン付近から来ましたよね確か。だから結構怪しい位置かなと思って。私はぐるっと回ってるから。一応自分青には隠しろ出せて。黄色はライムが出て行ってから、エレキに入ってきてたかな。ですよね。私結構ピンクといたから。でも直近なら黄色に白は出せなくって。あーまあ、でもシャワーまでは一緒にいたよ。そうそうそう、でメインから降りてったんで。いずれにしても黄色が、死体ありそうな位置通ってきてそうだから。まあそれはそう。でもライムも普通に怪しいですよね。茶色見てないのおかしいんで。とりあえずもっかいボタン押そう。自分カミングアウトします、占い師です。まだ占ってないんですけど。で、自分貨物まっすぐ走ってきたから、右とかにいたらわかんなくて。結局茶色って最後貨物側で死人取られてたって話でよかったですか？そうそうそう、で自分視点怪しい人が二人で、黄色と紫もちょっと怪しいなと思ってて、紫最後私とすれ違って、メインからそっちの方行ってて。これとりあえず詰めるのは茶色軸ってことでよかったですか？そうですね、それが一番よくて、自分視点ライムが隠しろなら、黄色か紫を占ってほしいですね。自分ないと思うけど。私は紫ないと思うから。自分カメラ見てたし。ああ、そっか。黄色占いたいけど。じゃあ黄色から対抗出すなら誰ですか？自分占うよりも、シェリフに切ってもらった方が早いんだよな。確かに、自分は黒市から外れるために占い師使用しただけなんで。自分は違うとしか言えないから、忍者が通り過ぎてたらわかんないし。黄色とピンクのロラでよくない？話聞いてる感じ。ピンクはできないよ。私はできないできない、紫と最後すれ違ってるから。正直黄色めっちゃ黒い位置だから釣りたくはある。っていうかもう占い師のライムに決めてほしいんだけど。さらにもう一ボタン使い、いろいろ議論した結果。そうだ、黄色釣って、自分が黄色占います。ああ、それはあり。ほんとだ。黄色でもし人材が起きてるんだったら、ピンクまで釣る必要ないっていうね。そうですね、ナイスです。うわぁ、そこ陽子で繋がってそう。最後かなりまずい発言出てたけど、相方さんの尊い犠牲により、私はなんとかなりそうね。ありがとう、あなたのことは忘れないわ。その後ライムの占いにより、黄色が人材と判明。霊夢はなんとか生き延びることができた。ちょいちょい無慈悲な発言で、一応ライン切りしてたからね。イエモンさんにはめっちゃ疑われてたけどな。てか相方さん、茶色キルの容疑でインポスターってことになってるけど、実際は多分、茶色の自殺だから、完全に冤罪なんだよな。でも容疑者1に入ってしまい、本来一番黒1のライムが、占い師という隠しろ役職だったから、犠牲になってもらうしかなかったわね。私は茶色の自殺って察してたけど、そんなこと言ったら、なんでそんなこと知ってんの、陽子じゃん。ってなっちゃうからね。てか霊夢、もうタスク全部終わったのか。うん、だからあとはひたすら逃げ続けて、試合が終わったら私たちの勝ち。クルーがタスク終わらせるか、インポスターがいなくなるかね。と停電だ。まずいまずい、こういう時こそ陽子の能力、姿消しを使おう。すげえ、忍者みたいに透明になった。しかも忍者と違い、透明か中はキルのターゲットにならないから、マジで強いわね。インポスターの位置もわかるし、気をつけて動けば基本殺されることはないな。あ、ライム死んだ。直近だな。紫、これセルフでしょ。バイタルで詰めて釣れば勝ちだ。直近です。場所はわかる。昇降機左。昇降機左ですね。めっちゃバイタル見てて、マジで直近で死にました。なんで直近、レイラーさん、誰かいました周りに。いや、まあ4人いたんだけど。4人いた？え？自分とライムと青とバナナでいました。ここでレイムは大混乱。紫と青とバナナが直近で見合ってるなら、状況的にはアイスの忍者キルしかありえない。しかしレイムは、紫がインポスターという思い込みを捨てきれず、何が真実かわからなくなっていた。しかも忍者キルとなると、客観的に一番怪しくなるのは私。直近という情報は、忍者でも知り得ることだし、最初の3キルの時、アイスはローズから白出されてるけど、私は人材確定の黄色からしか白出されていない。行き着く先は、くそー。惜しい。マジであと一歩だったのにな。紫がインポスターと勘違いしてしまった。もうちょっとちゃんと矢印見ていれば、悔しさが残るな。試合の方は、最後シェリフの紫がアイスを切り、クルーの勝利。
本当に終わるちょっと前まで生きてたから、マジで惜しかった。でもいろんな能力が使えて、楽しかったわようこ。面白い戦術とかもいろいろできそうだな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくな。それじゃあまた他の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。